はようございます。ガチで楽しんでいく男ガチョでございます。もう今ですね、再生列順じゃないです、抽選前です。再生列でしてないです。本日結構遅いですね。200名弱ぐらい並ばれてるのかなっていうところで、まあ狙いたい機種はあるので、まあ両番ですね、聞きたいかなと思います。この後すぐ抽選です。おはようございます。お願いします。お、ありがとうございます。ドン来ましたね。ガチオクオリティやってまいりました。ということで今回もですね、ジャスセンター南店さんでやっていくわけなんですけども、前回からですね企画が多少異なりまして、ガチで立ち回るからガチで楽しむっていうところで、私どれだけうまい酒、飲めるかっていう実践、そういった形になっておりますので、やっぱりですねスロットパチンコもそうなんですけど、やっぱ楽しんでいく、どうやったら楽しめますかってお話なんですけども、やっぱ設定狙いが思考かなと、スロットだったら僕は思っておりますので、変わらず朝一は設定狙いしたいんですけど、やっぱジャグラーが強いホールさん、今日ねマイジャグラー行きたかったんですけど絶対取れないんで、でアイムジャグラーももう無理だと思います。てかまあもうジャグラーが完売だと思うので、さてどうしますかと、行きましょうか。久々にね ATK RTK スタート初めましてかもしれないんですけども、最近ねハマってる機種もありますし、とりあえず今日は200名弱いらっしゃった中で、状況も期待できるのかなと思いますので、とりあえず入って大選択を行いたいと思います。頑張って参りたいと思います。どうもお願いします。お願いいたします。ということで元気に参りましょう。ですね、何を取ろうかってお話なんですけども、まあ、ジャグラーはまあもう無理ですよね。アイナミさんがバイオハルに取ってる、ちょっと寝台行ってみます。さすがに厳しいと思うんですけど、うわーダメかー、戦国バスから初打ち機能してね、若干ちょっと悔いが残る実戦だったんでね、やりたかったんですけどダメだよな。番長ゼロもね1台ぐらい毎度毎度高設定っぽい台入るんで、やっぱりガチで立ち回るからガチで楽しむになったといえど、私はやっぱり勝ちたいんですよ。勝つっていう、そこを目指すっていうところに楽しさが私はあると思ってます。今使用機種全部埋まっちゃってるんで、まずは麻雀リセットされてるんで、これ打って時間経過の上で、まあ寝台が空いたりとかすれば移動しようかなっていう形で、まずは期待値積んでいこうかなと、そこで楽しんでいこうかなと思います。はい、ということで、チョメダル409枚、こちらを持ってですね遊戯していきたいと思います。あとはですねこちらでございます、ガチオシールでございます。毎度毎度今日も朝からたくさんのお声掛けありがとうございます。収録に遊びに来てくれた皆様にプレゼントいたしますので、ぜひ私かスタッフにお声掛けよろしくお願いします。それではなんか今までのガチオと同じような朝一の大選択になってますけどもね、これ当たってんだろう。あ、赤まで行った。あ、当たりましたね。さすがに、連続遠征弱いです。あ、よしよしよし、チャンスアップいただきました。まだねレア役、高確率中なんでね、これ生かしたいです。はい、ありがとうございます。持ちメダル179枚ですね、行きましょう。まあだいたい投資5本になるのかな、115回転ですね。こちら128になってますけど、マージャングランプリ、182枚、落ちてくれないかだよね、ここかな、あ、まだか。モード B 資産かな、当たったんですけどね、まあプラマイゾーぐらいにはなりました。リセットかかってましたんで朝一、十分なね期待値ございますんで、当たるまで打っていこうかなと思います。あー残念。毎度このホールさんは番長ゼロ、まあ3分の1で、まあ高設定っぽい台が入ってるんですけど、
ゼロモード抜けて、やめられてる台が1台ありましたので、この台を、まあ、判別したいかなと思います。45オスカラすごい、なんか、まあ、以前のガチよりもガチっぽいっすね僕あれなんですよ、実は人生初の禁酒11日したんですよ。まあその、まあ、なんでしたかっていうのはね、自分のチャンネルで説明はしてるんですけど、その間は酒飲まず、もちろんね節制もしてたんですけど、野菜食ったりとか、もう慣れるもんでね。で僕11日禁酒して分かったことがあります。僕はアルチューじゃなかったっていう、うん、全然発作なかったです。うん、俺アルチューだと思ってたんだよね。でその後僕夏風邪ひちゃって、その11日間禁酒後、数日後に、でそこでねまたね4日間ぐらい酒飲まなかったんですよ。痩せましたね、2キロぐらい痩せました。うん、11日間酒をやめていて、体的になんか変化ございましたかなんてねコメントをいただいたんですよ、自分のチャンネルに。ありましたよ、しっかり。体が疲れなくなった、だるさが残りづらくなりましたね。これもう間違いないです。だからどれだけ僕が毎日酒を飲んでたかっていうのが分かりますね。なんか変なところじゃないですかこれ。え400いってない時には多分全長来てなかったんで、これゾーン入ってないんじゃない、もしかしたら。すいませんね、ちょっとお酒の話で頭いっぱいだったんで405とか410とかのはずだから、直撃だなこれ全長、まあ特訓入ったゲーム数全く見てなかったんですけど、全然強くないですね。入り方はシャッター特訓だったんでね、かなり期待度が高いものなんですけど、多分当たると思います。あ、下パネが、はい、消灯しましたんで、まあ直撃っぽいですね。まあ当たって青七でも相当な設定差になるんで、まあここまだ超えるでしょう。はい、まあこれで4ゲーム目なんで青七以上、はいはい、直撃でしたね。283回転、まあ投資がだいたい400ちょっとぐらいかな、400何枚ぐらい。まあいきなりスタートダッシュといたしましては素晴らしい、高設定の期待度も高まるような展開。うわー当たるなはい、直撃の利点としては、これ今4畳分余ったこのオスポイントめちゃめちゃあるんで、AT 入った際に関しては半数でチャンスモードになります。なので290、まあ、200台が、まあ、天井になるんですけど、もしかしたらその 50-50 勝つことができれば4畳分も持って、何ヶ岳だっけな、なんちゃらヶ岳の移行抽選に期待が持てる形になります。よし、残念。まあ緑ぐらいまで行ってほしいな。よしよし、チャンスモード滞在でしたね。ここで約5分の1をもう2回行けばいいんでしょう。そしたら BB ですから、もったいないよ、素晴らしくもったいないよ。よしよし、ここかな、ラスト。わー8割、左ナビでリプレイ全然熱くないっすねこれ外したんじゃないですか。チャンスアップ出なかったら外れ、外れましたね。 80% 外しましたダメだまあチャンスモードいってればゼロ型でいくかも。あー残念、
263枚。うわ難しいねやっぱこの台は。はい、255回転ですね。はい、投手が368枚プラス4本いきましょう。まあゼロモードか、チャンスモードでの当選になると思うので、ここでレギュラーが来るんだったらチャンスモードと僕は考えてます。はい、でここでまた青七が揃えばゼロモードだったろうと仮定します。マジかー、やりました。135回転ゼロモード抜けてちょっとモードが上がんなかったんですよ、強制到達になってしまったんで、投資が368枚プラス7本ですねになりました。当たりはいいですね。これが通常とかっていうところが分かってればね、これで青7来たらもうゼロモードだぞ間違いなく。赤か、うーん悪くない。アウトース44回転。やったー、ゼロモード初めましては青7でした。 20% から 30% の差がございます。ここはさすがにねやっちゃいましょうということで濃厚になりました。やったー、はい、ということでいきましょう、巻き返し測りたいですね。ここでまあ偶数しさ出ましたねゼロモードだったら2割ですよね。まあ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 天井ですわ。これかまあ通常がまあ濃厚とかまあ確定の状態で初めて見れたんじゃないですか。ゼロモードかどうか分かんなかった状態で全部当たってたんで、20球目が初めて見れます。おお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 お、うわ当たった、うわやっぱ悪くないんだよね、下じゃないんでしょう。じゃあ6になってくれ。まあ4か6っすね間違いなく。はい、380ゲームです。追加21本ですね、だから、368枚プラス21本。青7、出なかった。なんかもうずっとこんな感じですよね。ボーナス中は本当に全部良くないですね。トータルバランスめちゃくちゃ悪くて一回も当選してないんで、その BB 中レギュラー中ともに。でも通常時は逆に、まあ、当選しまくってるんで、うーんいかがなものかと。まあ高値もゼロですね。高値 5%、7.5%、10% なんですけど、そういったものも一応見受けられてない。まあまだまだ、うーんもう6じゃないってなったらやめた方がいいのかなとも今ちょっと考えていますね。当たりましたね。今日チェリーの短縮で全長短いのが選びましたね。最悪というか、まあ、まあかなりいい状況だったら
あのフリーズとかあるかなと思ったんですよ。今日弁当的なね。ゼロモードが赤7でした。ね、46回転で、追加22本になってます。あと1回、3ゲームで1回。うわ、やったはいはい。あ、これでもう 85% 前後ありますからね、これ。だデカナビとかが出てくれると微妙だな、これ。あー、まあここは、まあ、まだ外すなよ、これ。めちゃめちゃ怖いですけどね。まあ自信を持ちましょう、自分にね。大丈夫だ。よし、下パネがショートしましたんでね。やった来ましたね。はい、始まりました。うん、始まるかは分かんないんですけども、始まります。うん、よし、また偶数で8-3で偶数ですね。よし、まずはいい楽曲がね流れます。まずはまだライジングは吐き出しません。よかったもう見せ場っていう見せ場がね何一つないので、そういった意味合いで怖かったですね、僕は。まあこれが何枚出ようが、まあ入ることに意味があるので生かしたいですね。オイライジング頼まれましたんで、もうここ伸ばすしかないよね。めっちゃ難しい。はい、ということでストックを吐き出します。行きましょうか。無心、まあ、もうめちゃめちゃ無心で叩いてるから、平均7個ですよね、期待個数が。ちょっと尻下がってるな。平均点な男になっちまいますか、これ。はい、それ以下ですね6個。まあまあまあ悪くはないといったところですね。よしよし、いいですよ。よし、超大事。おお、伸びてない。うわー、配当が弱いんだよな。外れ目か。あ、20ゲームかな。はいはい、よし。はい、行きましたね。よし、いやー、おなら取りたい。
おいいですね。あてかこれか毎回毎回これなんだよな。ここですよ。超えましょう。超えてください。うわ超えない。赤7濃厚でしょう。よしストックを取るしかない。あと2回、デカナビ2回。弱くなるな、弱くならないでください。よし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 。わあありがとうございます。もう大丈夫でしょう。はいはい、いただきました。やったよ。ああ体か。ここでねまたライジングなんて、まあなったらね完走も可能性あったんですけど。はい、やったー、ゼロ角強チェリーですね。よし、うわ入っと弱えな。おおビューティービューティー、チャンス目だったら、うわ頼む色。おおおおやったー、マジかよ。ディレクター、おいチャージですよ。やったよ。オーケイ、50% 取りました。いやー、有限実行しましたね。ビビった。いや始まりましたね、マジで。いや、楽しい。あの左リール滑った瞬間今日一番楽しかった。やーべえわ、パスロ楽しいっすねマジでね。まだ2個、メルいらないですからね。よしよしよし、うわかっちょい。乗ってけ乗ってけ。今5つね、さっきが6つだったんでそれを超えたいですね、できれば。いやちょっと後半失速型にはなりたくない。よしゼロ角。超えろ、さっきの俺を超えろ。ラスト来たか。残念、タイですね。十分十分、あと7つですね。戻りましたよ。あならストック取りましょう。よし、ロングチャージでしたね。315、あんまないな。ライジング2回も入れたんでね、ここまで伸びたら僕初めてかもしれないですね、一区切りの中では。でまあバトルはいきますんで、これがいかがなものか。わお、おうわ、うん、マイゲームでよくねっていう感じはありますけども、まあまあまあいいでしょう。寸止め、寸止めで、あと1回いけばビッグ。さっきなんかこの状態で、よし赤で外したんですけど、今回は外れませんのでご安心くださいませ。
4度目ですね、まあ、レインボー状態、まあ、1000ポイントと一緒なんですけど、もう青ならくださいよ。うわですが今現状ですね、私そのチョメダルも合わせて30本ですね、本数で言うと使ってるんですけど、まくりました。うわお、何周します？一周と言わず、一周と言わず、うん、そりゃそうだ、3周しました。なんだこれはなんだこれはなんだこれはゲロウスだろこんなん。すごいですね、ストックこれで2個以上となりました。完走いきますね、レアク揃っちゃうよな。赤ナナ、あんますごくないんだよねこれ実はね。逆に10ゲームで終わらしちゃうとやべえやつだよね。50行きたい、一回鉄拳制裁やらせてくんないかな。うわー綺麗綺麗ね、怖いよ、怖いよ、っしゃー、ぶね、絶対抜けると思った。なんとか生き残りました。うわダメか、20ゲーム。でもここあれってことっすよね、11分の1ってことっすね、ストック持ってないからね。はいはい、よーし、よーし、レベル3つ、ラスト、わあ、まあまあ70ゲーム続けばいいでしょう。間違いない、ここ取れてたらもう間違いない、間違いないはず。あーだめ、おおお当たりじゃん、謎ゼロだ、当たりですわ、はい、な謎ゼロ型でけ、謎ゼロ型け当たり濃厚っすね、はい、感想っす。もう何でも OK、 全然 OK、 よし、まあこういうところでね、あの昇格あったりとかもやっぱしないですよね。あー行きました、うっしゃー、ということでエンディング迎えました。2400枚はプラスあと200枚ですね、約200枚は吐き出すことは可能。まあ示唆としてはレアークの時のボイスですね、それが高設定になればなるほど頻度が高くなったりとか確定ボイスがあったりするので、まあそこら辺をちょっと見ていこうかなと。はい、ということで終了でございます。まあボイスに関してもエンディング中の、まあ、1回しかレアークいけなかったので偶数示唆しか出てないプラス、まあ、先ほどずっと4の可能性が高いと、まあ、2か4っていう中で、まあさすがに、まあ、この気持ちいい状態でね、
やめた方がいいかなと。6が見えるんであればもうちょっと回したいんですが、自分の判断としてはここでやめます。でまだ時間ございますんでね、周り見ましょう。打てる台探しましょう。いやー楽しかった。いやーブラボーですね、よかった。一応カードに2436枚入れました。まあここからですね、さらにうまい酒飲むためには何打つかってお話ですよ。回りましょうか。いやー楽しいパスロー。おいおい、こっちでしょ、こっち角でしょよ。こんなんあっていいんですか。